ハマネオンです。こんにちは。こんにちは。チャンネル T オリブです。今日は珍しく。はい。リシャフト。リシャフトです。の工程も撮影します。そうね、はい。昔はよくやってたけど。はい。なんかでもたまに今でも言われることがあって。あ、そうな。はい、作業の動画見たいって。作業の動画見たい。まあ、最近はもうやってからやってるもんな。そうですね。作業してからレビューするみたいな。そこまでが準備みたいになってますもんね、うん。昔はね、そこも撮影してたんですけど。そうそうそう。最近はもうしてないので。はい。まあなんでこれをやろうと思ったかというと、はい。ちょっと珍しいシャフトが。はい。あるんで。そうですね。皆さんおなじみの LA ゴルフ、ね。はい。LA ゴルフなんですけど。はい。まあ、パターンの中で一番売れてるというか、はい、すごい、いいシャフトですよね、まあ。プロでもよく使ってる。最近で言うと。片目好きな人はこんなんがいいですね。うん。コリン・モリカワとか、リッキー・ファウラー、松山秀樹も使ったんで。リッキーちゃん。で、それを僕、わざわざパターを今回、これのために買いました。はい。オデッセ10。突然、マレットになってて、はい、びっくりしてる方いると思いますが、はい、近々、パターフィッティングの動画がね、動画が上がると思いますので、はい。はい、そこで、ピンタイプがどうやらね、僕じゃ向いてない。で、それで、オデッセ10を売ったらよかったので、はい、インサート違いで、新しいの買いました、うん。で、これなんでこれを動画にしようと思ったかという、このネックやね。このオーバーホーゼル。オーバーホーゼル。カーボンどうすんのと。ほんとね、三菱さんのアダプターとか使って、こう無理くり入れる時とかもあるんですけど、うん、これを今回どうやって入れるんやと。そう。いうことで、それを、見せたいために工程も撮影しようと思ってます。はい、後ほど、こう、どうやって入れるかみたいなのを。はい。はい。お楽しみに。まあ、もう知ってる方もいると思いますけど。ワッホーさんがこれ、全く同じの使ってると思います。ああ、そうなんや。はい、同じ刺し方だったんで。まずじゃあ、抜くんですけど。抜く前に、ちょっと、はい。シャフトの外径を、まずチェックというか、ノギスの方で。まずこれを。はまんのかと。37。4なの。で、もう問題はこっち。これよな。カーボンシャフトどうすんねんと。外径測って意味あんのかみたいな。40、398、399、400。これに何の意味があんねんと言われると、何もないです。いや、でも不安になりますよ。感じ出してるだけです。カーボンさんに言うとね。え、ちょっと不安になりますよ。まあ、とりあえず抜いて。はい。抜いたらわかるわ。そう。はい。ヒートガン手回し。もっと下のシャフトの方、あったのですね。そうです。インサート焦げるんで気をつけてください。変色しますよ。飛ぶで。まだ大丈夫でしょ。ちょっと僕、飛ぶの恐怖症なんでね。でかい音恐怖症。しっかり温めてください。飛ばんようにやる。飛ばんようにやる。いや。まだ大丈夫でしょ。ビビらせすぎでしょ。いや、全然ダメ。回らんと。まだやね。結構、しぶといと思う。もうちょい上かなぁ。そこ。ビビってんなぁ。また。はい。こういう感じ。まあ、要は被せるタイプですね。はい。こういう感じで。シャフトが被ってる。要は内径が重要になってくると。うん。だからこそカーボンどうすんねん問題。もうペラペラやから、これやったら。先端が。こんなぶっといの入るってなると。これが、入らんかったら、地獄なんですよ。ちょっとじゃあ通常の LA のバターシャフトをちょっと見せます。はい。どうなるか。ちょっと撮ってきます。でこれが通常の、はい、LA のチップですね。LA のチップの先端ですね。こんだけ細いです。この穴に、こんな入らないんで。はい。こう、もちろんこうなるんで。うん、で、今回発売されたのが、この SOHO、なんて言うんですかね、はい、双方なんですかね。双方かな。これですね。見えへんかな、それは。うっすら刻印されてます。で、先端が。先端が、こうなってて、スチールが中に入ってるんかな、はい、先端に。だからこれで 135g あるので、うん、スチールで重たさを出したっていうことですよね。は
これが外気合うか僕らも正直知りません今。外気が内径が合うか。いや僕はこれ入らんかったらパターがなくなった状態になるんで、あさって。差し戻さなあかん。あさってラウンドなんで、すごい今、ドキドキしてます。ちょっとじゃあ入れてみます。ごそごそも困る。頼む。頼む。お、ぴっとり。お、最高。ぴったり。最高っす。ぴったし。しかも色もなんかその、よう似た色で。なんかもうすごい。よかった。はい。これだけの動画です。あとはまあ接着して。はい。まあせっかくなんでデータをね。はい。シャフトジュールちょっと見せたってよ、今。ノーカットで。ちなみにヘッド重量。オデッセイ10の。オデッセイ10のヘッド重量は。362。362。割と軽めですよね。このサイズにしては。これが132。なるほどね。結構これ切るからね。これはグリップ込みで、181。いや、わからんな。グリップがね。グリップ切ってもええぐらいの。切ります？切ってみるか。もうガーンいってくれたら、自分のやし、入れなあかんね。シパシパ。110ぐらいなってるんちゃうかな。105か。100ぐらいかな、もしかしたらな。100ないかもしれんね。グリップが。うわ、めっちゃ軽いわ、ほんなら。このシャフトだけやったら。105、すご。お、すごいな。これ、こっちに、弾丸みたいなの入ってるんで。あ、そうな。ここからちょっと、重なるんですよね。105。はい。なので、はい。重く。なります、はい、必ず、はい。楽しみです。はい。じゃあ、接着、お願いします。はいはい。はい、じゃあ接着していきたいと思います。はい。なんとなく緩いような気がするから。はい。微妙に手がプルプルしております。出ないです。十分です、もう。そんな出さなくていいです。1。ちょっと、グラスビーズ多めで。はい。はい。やるよ。グラスビーズ多めでお願いします。新人の時はね、やっぱりこれを。あー、ちょっとこれ多すぎるわ。こういう時どうするか教えましょう。こうです。それ少なすぎるわ。新人の時はこれを店長に、お前どんだけ刺すつもりやんか。どんだけ接着するつもりで出したんやと言われつつ。今も思ってるよ、その俺。なんぼやんねん。はい。シュールな動画やね。いや、やっぱり好きな人は好きでしょ。これってなかなかオーバーホーゼルの作業するとこ見られへんかもしれない。確かに。あんなつけすぎてもな。垂れてくるのか。やばい。垂れてくる。もう垂れてます。うん、スピード命です。お、いい感じ。音がいい感じ。いい感じ、いい感じ。いい感じよ。いや、ガラスビーズが2粒少ないっす。滑ってます。もっと受けるつもりやったんですけど。完璧。はい。ノータッチですね。オッケー。はい。出てきてない。オッケーです。出てきてないです。すごい、グラスビーズ。すいません、滑ったからカットしようと思ってたんですよ。さすが。完璧。はい。あとはもうカットして、もう好きな長さに切ってもろうて。うわぁ、何本しようかな。グリップ入れて、終わり。はい。はい、またシュールな動画ですね。そう、ね。最後ちょっと打感だけ、言いたいですけど。ああ、じゃあ、もう完成後でええか。尺も尺なんで。そうですね。はい。じゃあ、ちょっと。完成後に。また、はい。レビューしたいと思います。何日にするかまたそこで発表してもろて。はい。誰が興味あんねんと。33でも読んでもええわと。そうですね。はい。読んでいきますけど。もうさっき言うときます。読んでいきます。はい。じゃあ、はい。はい。じゃあ、後ほど。はい。いや、言うね。
切ったら火花散りましたね。あ、火花出たん？はい。ほら、スチールですもん。ああ、ほんまやな。完全にあれやな。ゴーストみたいな。ゴーストみたいな感じになってるんですね。なるほどな。切るとこ取ってへんかったわ。もう全部組み上がってからって言ったもんな。ちょっと僕もなかなか見れるもんじゃないから。確かに。な。カーボンかと思いきや。はい。ちょっと打感楽しみやな。打感が楽しみですね、うん。これで普通の LA と一緒なんか、うん、僕ちょっと不安になってきましたけど。まあ、振動数見たらわかるんじゃないで。あ、確かに。うん。じゃあちょっとそこまで。はい。はい。完成しました。完成しました。ちょっと違うシャフト持ってるんですけど、これ。完成してます。はい。あっちです、はい、僕は。で、これは、振動数を参考までに、ね、測りたいなと思って、はい、昔、企画で使ったパターンなんですけど、それを。振動数何本やったかな？ちょっと参考程度にね。370とか6。完全カーボンの LS、これが。358。まあ、しっかりしてますわ。358ね。なんかで400とかなかったっけ？ディアマのパターですね。ディアマのパターか、あれ。じゃあ、この完成したやつね。はい。双方。で、これを。それの振動数。ね、柔らかかったらちょっとグリップのこともあると思うんで、ちょっとぐらいやったらいいけど、はい、大幅に柔らかいとちょっと350以上では出てほしいですね。30まで OK じゃん。3、うん、30まで OK ですか。硬、うん、い。おーおーおお、一試合今のところ、今のところ一試合すげえわ。ほっとしました。すごい技術や。だってスチールやから本来柔らかなるですもんね、うん。すごい技術や。スチールってそんなに硬くできないんで。すごいわ。すごい。え、これちょっと衝撃的な凄さですね。で最後ちょっと。打ってみますか。両方打ってみて。はい。はい。ちょっとじゃあ、打ち比べます。はい。打感の方。はい。打っていきたいと思います。通常のまず LA から。はい。うん、まあ、LA って感じですよね、うん、ヘッドこそ終わってますけどシャフトの打感はしっかりしてるんで。お、うん、うまいな。いや、よかったですよ、それカップがこれやったら僕パッド数いいかもしれないですね。じゃあ双方いきますか。はい。お、いいですね。うま、いいですね。どう、変わらん？変わんないです。変わらん。なんか別に変な挙動もないし、へー、オデステテンのヘッドがちょっと軽めなんでいいですね。何よりなんかこう色が黒やから、うん、パターが短く見えて心理的にはいということで、はい、打感も。すごい。すごいとしか言いようがない。はい、もう、こんな感じですね、仕上がり。かっこいいですね。LA の良さはなんかカーボンなんですけど、打感がぼやけないんで、うん、すごい好きです。双方も変わらんと。変わらないですね、うん。LA のまんまでした。オーバーホーゼルもいけるぞと。はい、スチール入ってるけど、特に変な感じないですね。はい、オーバーホーゼル。そんなにうち個数取ってないので、うん、すぐ売り切れない。まあまあ、でもまあ取れると思うです。あ、そうなんですね。はい。じゃあ、ぜひ、お買い求めください。自社サイト、楽天市場、ヤフーショッピングでお買い求めください。はい。ありがとうございました。